佐藤澄香です。綺麗に痩せるためのファスティングプログラムに取り組んでいます。さあ、いよいよ本日は7日間のうちの最終日、回復食の2日目を、無事迎えることができました。たくさんの方々からですね、応援していただいて、いました。本当にありがとうございます。すごく励みになっておりました。でまた、私の、クライアントの方も、私と同時期にですね、このファスティングプログラム取り組んでくださって、その方ともこう毎日やり取りする中で、もうすごく楽しく、嬉しく取り組むことができました。もう本当に感謝申し上げたいと思います。またですね、本日いよいよ私の、体の変化を、皆様に、公表する、瞬間がやってまいりました。まずですね、このファスティング1日目ですね、準備食1日目に測った体重と、お腹周りと、本日今朝、測った、体重を比べますと、まず、体重が、3.8 キロ落ちております。またウエストがですね、4.2 センチ、すっきりなりました。でまた体組計で毎日ね測っていたんですけれども、実は体内年齢が30歳でした。今の年齢のマイナス15歳ですね。嬉しかったです。もうこの数字を更新していきたいなと思っております。でまた先ほどねお伝えしました、私と共に、取り組んでくださったクライアントの方もですね、昨日の時点でとマイナス3キロ落ちて、もう先生すっきりって嬉しいねご報告いただきました。このようにファスティングはきちんと取り組まれるとですね、必ず結果が出ます。で私も今回顕著にその結果が出たなと思っております。でまたですね、本日はこの最後のこう回復食ですね、回復食がいかにその今後のあなたのお体をそのまあ左右していくかということで、ポイントになるお話がたくさんありますので、一部ご紹介していきたいと思います。でまずですね、回復食と言いますのは、昨日ですね、1日目は、消化管の状態が赤ちゃんと同じなんですよというお話をしております。もうまさに母乳から始まって離乳食、そのようなこう流れをたどるわけなんですね。ですので、ちなみに私が、昨日いただいた、食べ物は、朝食がその大根がゆでした。で昼食はですね、こちらの整体サロンの施術の、クライアントの方のご予約が、立て込んでいたのと、ちょうどそのお昼のちょっと過ぎた時間帯ですね、オンラインでの学びの講座をこう受講する時間とちょうどずっと続けてしまってですね、食べる時間がありませんでした。なので、パッとですね、その代わりに無調整の豆乳と引き続き酵素をねチューッと いただいてですね、味わいながら、お昼は終わったわけです。で夜ご飯はですね、玄米もち麦がゆと薄いお味の、お味噌汁をゆっくりゆっくりよく噛んでいただきました。ものすごくね美味しかったです。で今朝、2日目ですよねは、まずも基本薄味でいきましょうということです。ちなみに私朝食は、昨夜と同じ玄米もち麦がゆとあとお野菜のお味噌汁と、やっとですね私が、大切に育てているぬか漬けの、名前がついてですね、ジョナサンって言いますが、そのジョナサンのぬか漬けをですね美味しく、いただきました。 あとですね、3日前にクライアントの方からいただいた大きな甘夏というね、おみかんがやっと、食べれる状態になりましたので、その時にいただいたおみかんも少しいただくことができました。でお昼はですね、相変わらず予定が立て込んでまして食べる時間があんまりなかったので、無添加の、甘酒と、無調整の豆乳をこう、半々ぐらいで割ったような温めた飲み物 と、また酵素をいただきました。で今日の夜はですね、晩ご飯は湯豆腐ですね、お豆腐と、お野菜を昆布だしで、炊いたものを
ていただこうと思っております。まあ、そういった形で2日目ウッサージなんです。で、実はですね、このプログラム、まあ、7日間ということで本日がまあ最終日なんですけれども、実はここでですね、あのプラスアルファ回復食、まだまだ実はこうしたらいいですよというお話を今回したいと思います。実は明日ですね、明日3日目に当たる日まで動物性タンパク質はいただかないんですね。代わりにその油は OK、解禁になります。ただここで例えばトランス脂肪酸がたっぷり入ったマーガリンでしたり、サラダ油ですね、サラダオイル、ああいったものはもう今後できれば取らないでいただきたいと思います。腸内環境にとって辛いものになります。で、また、私のおすすめは、まあ、加熱するようであればオリーブオイルですとか、まあ、甘煮油とかですね、そういった本当に体が求める大切な油ですねを上手に、明日からはとっても OK ですということですね。イコールここ4日目から入りますが、4日目にようやく動物性のタンパク質が、まあ、解禁されると良いと思います。なぜかと言いますと、まあ、ちょっと後ほどお伝えしますけども理由があります。ですから、お肉ですとかお魚、卵や乳製品、こういった動物性タンパク質はできれば、ファスティングが終わった3日目まではお休みされるとより、効果がアップしますよということですね。さて、まずはですね、もう口を酸っぱくしてお伝えしておりますが、一番大切回復食です。もうここが肝です、ファスティングのですね。で、なぜかと言いますと、そのファスティングをしたことでもう腸内環境がもうすこぶる良くなっているわけです。もう綺麗な状態で、その状態を汚したくないわけですね。腸内環境をこう改善していくためには、例えば急にその動物性の脂っこいものをこう急に食べてしまいますと、まず悪玉菌が一気に増えてしまいます。そうしますとこうアレルギー反応とかが起きてですね、体調にもこう大変危険な状態になる場合もありますし、まあ、一気にその腸内を汚してしまうという意味でもお休みですよね。で、また赤ちゃんの消化管とも同じような状態ですから、一気にこうガブガブっと、もともとね、胃も小さくなってますし食べれないんですけれども、ついついそのこう開放的になってしまってこう一気に食べてしまうと非常に危険です。なので、ポイントはもうよく噛みましょうです。噛むことでその消化液の分泌であったりですとか、まあ、消食効果がありますもう満腹中枢をこう刺激することにもなりますから、ぜひぜひ普段から本当もうお忙しいとね、こうついつい早く食べてしまうということがあると思うんです。もうすごくよくわかります。ただ、ご自分の、ためにですね、まずは最低私は50回噛んでいただきたいと思います。で、私もですね、できない時もあります。ただできる時はもう確実にですね、最低50回と、あとは玄米ですとかお肉系ですね、消化に時間がかかるものはもう100回噛むように、チャレンジ中です。もう楽しみながら続けています。さあ、いかがでしたでしょうか。私のファスティング7日間のプログラムが、無事こうして、終了しようとしております。で、また大体の3ヶ月おきぐらいに私取り組んでおりますので、また今後も、楽しく皆さんに、動画の方でお伝えしていければなと思っております。またですね、このファスティング興味がありますという方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、こちらからご登録後、直接私までご連絡ください。一つ一つ丁寧にお答えさせていただいております。またですね、この動画のお話をもう繰り返しこうご覧いただいて、こう繰り返し思い出していただきたいですね。そうすることで、あなたと、あなたの周りの大切な方々、ご家族をこう守っていただくために、ぜひお役立ていただきたいと思います。そして、この動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。